ます。平成26年4月1日付で派遣となる職員に係る辞令交付式を行います。陸前高田市に派遣する。4月1日始まった一生頼みません。目的を持って、派遣されるわけでございますので、ぜひこう八幡平市の職員として、派遣先では一生懸命頑張っていただいて、もう業務をしっかりこなしていただきたい。いずれ、最終的には健康ですので、健康には十分気をつけながら、特に向井久保君は独身だと聞いてますので、独身の一人暮らしというのは非常に健康を害する要因になりますので、特に気をつけて頑張ってきていただきたい。いや、確かに寒くないように上下にあります。